はい、それでは男性の皆さんのカラオケの練習として使ってみてください。先ほど私はレッスンでは、プラス5にして歌わせていただきましたけど、まあ、5はちょっと高いと思いますのでね、一般的には、まあ、4ぐらいが適当だと思います。はい、ですからオリジナルキーをプラス4です。男性の皆さん練習してみてください。